今日のゲストは、オーストラリア在住、ライブコーチ、マスタートレーナー、セミナー講師、イベント司会としてマルチにご活躍されている、マッカイ・キヨミさんです。キヨミさんは高校卒業後、展示会、博覧会、ナレーターコンパニオン、イベント司会者を経て、全国ネットの民放テレビでレポーターとして数々の番組に出演されました。その後、オーストラリア人のパイロットと結婚、オーストラリアに移住されました。 20代の頃から投資をし、妊娠を機にセミリタイヤされました。その後、離婚、再婚を経て、旅行業界で働かれていましたが、 コロナをきっかけにオンラインで起業され、現在はイベント司会登壇をしながら SN。SNS 集客法を教えていらっしゃいます。きよみさん、どうぞよろしくお願いします。はい、げだいまい、ゆりさん、よろしくお願いします。げだいまいとか、って聞かないです。アメリカで。よろしくお願いします。そうですね、オーストラリアですよね。はい、ジャリアです。<laughs> よろしくお願いします。すごいんですけど、なんか波乱万丈っていうか、いろんなぎゅっとこう詰まった人生っていう感じなんですけど。はい。 いっぱいいろいろお聞きしていきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。じゃあ、まず、きゃみさんご存知のない方のために、簡単に自己紹介をお願いしてもよろしいですか。 はい現在あの私、まあ、オーストラリアに拠点があるんですけども、まあ、オーストラリアだけではなくて日本とオーストラリアと今ほぼほぼ半分ぐらいの割合で、えー、移動しながら仕事をしています。で私の仕事というのはオンラインの中にすべていろいろな仕組みがもう整っていて何をあの私が教えしてるかというと女性の起業家さんですねもうすでに、えー、商品やビジネスを持っている起業家様にライブ配信 インターネットでライブ配信をする方法を使うことによって、まあ、お客様の証券ですよね今までだった地域だけでお客様に来ていただいたという狭い範囲から地球の反対側にいらっしゃるお客様まで 皆さんの講座をお届けできるというねそういったスキルをお教えしていますそしてもう一つの私の大きな柱というのはイベント業務なんですけどようやくコロナもね明けましたので日本のみならずオーストラリア世界各国に出向いていきましてそこでイベントを構築してね皆さんにどんどんこうボーダーを越えていただくというそうしたあのモチベーションの高まるようなイベントを企画して開催しておりまますすといいよろししくお願いします。 よろしくお願いします。はい、えっとじゃあ、木上さんはあの高校卒業されてから司会とかナレーターとかのお仕事をされたんですよね。そうですね、その後実は私あの、保育園の先生とか幼稚園の先生になりたくて。えそうなんですよ。<laughs> 意外でしょ <laughs> そう、意外なんですよその。その当時、保育園の先生とか幼稚園の先生というのは、まあ,あの、世間的にとても受けの良い職業だったんですね。えー、それで あのまあ、そちらの実はあの学校に進んだんですけどやっぱりなんか違うなと思って在学中から、まあ、そのもう仕事をしだしたんですねそれで放送業界の方に最終的に進むことになったんですけど最初はだからね幼稚園の先生になろうと思ってたんですよ意外なんですけど。そそそそううううなんですね ななんかか全然違いますね <laughs> そうなのだからなんか高校卒業の時になんか自分の方向性っていうのはまだそんなにはっきりと見えてない時に、まあ、あの父親も母親も安心するだろうなっていうような職業っていうとやっぱり銀行だったりとか銀行もそれもなんかこう窓口でお客様を接客するとかそういうのが私の時代っていうのは。 親が安心する職業だったんですよあ。いいとこになんかこう。で、そこの社内結婚して、えー、積み立て、コツコツして、あの安定した生活で、早く結婚してみたいなのが私の時代は結構皆さんが安心する職業で。で、その中で幼稚園の先生っていうのも、まあ,あの、いいお母さんになるとかね、いいお嫁さんになるっていうことで、まあ、そうね、母親の、こう、なんていうの、安心感みたいなのある職業でそっちに進んだんですけど、でもやっぱり違うな。私なんかかちちっちゃい頃から すごくドラえもんになりたかったんですよ。あのあすね、いろんなところに飛んでいってどこでもドアで。それですごく外国にものすごく憧れがあったので、いやこのままなんか小さく地域にまとまって安定するのは嫌だなと思ったんですね。それで、まあ、あの親はすごくがっかりしましたけど、全く違う業界にです、ね、飛び出していったということなんですね。 はい、いや最初司会とかそういうところから始められてそこからなんか,なんかわらし弁長査的にいろんな人が例えばあの局アナテレビの局ア,アナさんっていうのはそもそもあのスタート地点が帰国子女だったりとかとても有名な大学お出になってたりとかお父様政治家だったりとかそういう背景の人が大体局アナっていうのは住まれますよね。 私、ね、学歴もないしあの有名なお父さんもいるわけでもないしっていうことでじゃあどうしたら放送業界の仕事をできるかなって考えた時にあこれはもうなんか他の人にできないスキルっていうのをたくさん積み上げることによってその分野だったらこの人しかいないよねっていうちょっとそういった日地産業っていうのかなそういうのをやっていたらある特定の分野でそのテレビの仕事っていうのをたくさんいただけるようになったんですよ。 その時に思ったのがやっぱり横並びをしてたら太刀打ちできないなっていうふうに思ったんですよね。だからちょっとある意味特殊技の空を飛ぶとか海潜るとかいろんな乗り物に乗れるとかですね運転ができるとかそういうところでテレビの仕事を獲得することができたっていうことですよね。その今のビジネスの話とつながると思うんですけどニッチとかニーズっていうのは結構昔からそれを考えて見つけるのがうまかったんですか うまかったあのだから多分なんだろうな大人数の中にいて自分が背伸びしてもかなわない分野ってあるじゃないですか、うん、まあ生い立ちだったりとか学歴とかもそういうところに当たると思うんだけど、まあ、学歴はその後積み上げることもできるかもしれないけどでもじゃあ今即戦力で今仕事に結びつくことは何かなって言ったらじゃあ今必要とされててあんまり数のいない 特殊な技能とかスキルを持ってる方がより仕事に直結しやすいなっていうのは結構早いうちから感じていたんですよね。だから自分がこれから5年、10年かけて積み上げなきゃ手に入らないものよりも今かなりすぐに頑張ったら集中して頑張ったら手に入るスキルで勝負しようと思ったのが18歳の時ですね。早かったんですよ。<laughs> ずっと子どもの頃から早く仕事したいなって思っていて。 でどうしたら早く社会人になって仕事ができるんだろうっていうのはずっと思っていたんですけどただそれが今日なんかも特にそうなんだけどあの例えば日本で雪が降ってたりとかするときにこう毎日のようにこう通勤するのはこれ嫌だなっていうのはすごい早い時期に思ってたんですねだから将来的にはその通勤しなくていい仕事で仕事をしたいっていうことはずっと子どもの頃から考えてましたよね うんでもその年だったら大体みんな王道の方に行ってこう <laughs> アナウンサー学校に入ってとかそっちに行くじゃないですか <laughs> そうですね、皆さん、うん、まずその、多分ちゃんと、まずは学校行きましょう、資格取ってみたいになるじゃないですか。うん、でも、その間、例えば学んでる何年間の間って、私にしてみたら、もうあの現場で、叩き上げでスキルとか実践を積んだ方が絶対早いと思ったんですよ。 あの多分自分がその現役でテレビの世界で働ける時代っていうのもそんなにすごく長くはないというふうには思ってたんですね。だからそうなったらじゃあそこからまた4年間何か勉強してその後にっていうよりももう今できることでどん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 現場を踏んでね でそれでどんどん仕事をしてた方がいいっていう,うに思ってたのでだからあの実際にアナウンスの勉強とかっていうのは自分が仕事始めてからちょこちょこ習いに行ったりとかしてましたけどね。うんそうなんですね。えじゃあその特殊技能っていうのは空飛ぶとか本当にそういうことだったんですかそうなんですよ。当時ね曲アナさんががしなかっっった仕事てていうのがあって それは何かっていうと、大概、生中継で、中継先のレポーターっているじゃないですか、それで、地方局のアナウンサーさんとか、例えば、ズームイン朝とかね、あの富山ですとか、新潟ですって、で局アナさん出てくることあるんですけど、大概、そういう中継のレポーターっていうのは、アナウンサー事務所っていう、第3パーティーの局アナじゃない人たちが、アナウンサー事務所,所所属のタレントさんがやってたことが多かったんですね。 うん、それでじゃあその中で、えー、皆さんきれいにニュース原稿を読んだりっていうことはできる方多いけどもじゃあ例えばス,あのスカイダイビングで空飛んじゃうとかあとバイク乗れちゃう人とかあとあの海の中潜っちゃう人とかって,いうのっていうのはそんなにすごい多いわけではなかったんですよだから私スポーツ系のレポーターっていう仕事がすごく多かったんですね。うんうん、だからなんからいつもなんか やってる人走ってたり飛んでたり潜ってたりする人みたいなところで仕事をどんどん広げていったっていうのはありますね。あ,あそうなんですね。うん、じゃあこういう人がいますよみたいな感じで次々つながっていくっていう感じだったんですか。そうですね。うん数がまあ少なかったっていうのもあるでしょうね。その技術を持ってる人が。うん,うんすごいすごいですね。えじゃあそれをやっていて英語に興味を持ったっていう時があったと思うんですけど、はい、その時はなんかどんな感じだったんですか？ それはね、あのー、スポーツのー、スポーツニュースをやってたんですね、日テレの。それで、スポットのスポーツニュースなんで、あのー、毎日11時の本線のニュースが始まる前に、5分ぐらいの短いスポーツのコーナーがあって、で、その中で、野球の日テレだったから、ジャイアンツのね、巨人軍の番組だったんだけど、オフシーズンになると、野球だけじゃなくて、いろんなスポーツを扱うんですよ、そこで。それで、ある時、アメリカのマイク・タイソンっていうね、 当時のヘビー級のチャンピオンが日本に来日して、で日本で大々的なこう試合をするって言った時に、記者会見があったわけですよ。で、アメリカから到着したそのマイク・タイソンに、一言、インタビューしてこいっていう指令が下ったんですね。でそういうい記者会見場って例えば 個室があって、ちゃんと確実にマイク・タイソンと話せるって確実はないわけですよ。もういろんな各局のレポーターとか記者さんが来てて、で、そのマイク・タイソンにどんどんこう向かっていかないと、そのマイク・タイソンとのお声はいただけないわけですよ。でも私、致命的なミスというか、致命的に欠けてた部分があるんですね。それはですね、英語が話せなかったんですよ <laughs>。そう。英語で話せないのに、とにかく行ってマイク・タイソンのインタビューを取ってこいって言われてですね、 でもう,もう本当に体当たりですよね、あの世界ヘビー級チャンピオンに。<laughs> そ,うだからそういうなんかガッツはあったのかな、まあ、若かったっていうのもあるし、それで英語が話せないくせに、話せないなりにマイク・タイソンの声をもらうことができて、ただ、彼が言ってる英語が全くわからなかったんですね。 だから、もう当当たりですよ <laughs> 本当にだからあの皆さん記者の方が流暢な英語で話しかけるとか私は全然できないわけじゃないですかだから普通だったらミスター・タイソンじゃないですか彼のサーネーマンタイソンでしょでもそこをですね「ミスター・マイク」って言ってもう大声で「ミスター・マイク」みたいな感じで突撃してったらマイク・タイソンそれまですごいもう疲れててムッとしてたんですよ。 で記者会見場の,の記者ってなんか結構小難しい質問するじゃないだけどなんか私はただただ明るく「もうなんかミスターマイク」みたいな感じで言ったら <laughs> マイク・タイソンの機嫌がすごく良くなっちゃって <laughs> でもうなんか今までのなんかこうなんかすっごい怖かったマイク・タイソンから「<laughs> はーい」みたいな感じだったのね <laughs> で。でも言ってることが全く分からなかったんですよ相手が。 きっとすごいなんか「えー、どっから来たの姉ちゃん」みたいな感じのこと言ってたと思うんだけどそれが分からなくてこう対話にならなかったんですよ。うん、でここでかっこよく英語ができたらどんなによかっただろうってその時すっごい悔しかったの。うん、それとあとその時代ってまだ放送業界ってすごい男の人がものすごい牛耳ってる時代だったから。 そのみんなが小難しい質問をしてもなんか感じ悪く答えられてるのに英語わかんないこの頭の悪そうなレポーターが来てなんか一気に会場の雰囲気が変わったっていうことで逆にすっごい女だからみたいなことを言われたんですよ。<ー>それですごく悔しかったの。なんか確かに私英語できないしで女の人少なかったしそんな中に来てなんか女だからとか英語できないのにバカなんじゃないみたいなこと言われるのものすごく悔しくて。 だったら次回こういう場面があったときにかっこよくその英語でインタビューできるレポーターになりたいってその時すっごい思ったんですよ、悔しかったから。それで英会話の学校に東京で行って、それでかなりすぐだな、多分半年ぐらいでニューヨークにあの勉強しに行ったんですよ、英語。うん、<laughs> それでまたニューヨークで洗礼を受けるわけですよ、私の英会話で習った英語なんか何も通じないのね、ニューヨークで。うん、そんなことがきっかけですね、英語は。うん、うん その後ニューヨークに行ってななぜかオーーーストラリア人のそうなんですよ <laughs> <laughs> 私ニューヨーク最高楽しくてあこれはもう絶対ニューヨークは絶対楽しいと思って英語はできないけどでもなんかちゃんと語学学校通ってあのニューヨークのマンハンターにねハンターカレッジっていうカレッジがあってそこは結構あの外国の首都を受け入れてる学校ででそこの,あの英語を習う 本当にね、あの移民の人とかあとエスパニックの人とかがたくさんいるようなところにもう自分を追い込んで入れてみようみたいなふうに思ってで本格的にニューヨークに何年か住もうと思ってたのそれであの年末になるんでちょっといろいろな手続きもあるしあの日本でそのアナウンサー事務所もまだ所属しているし仕事中東になっちゃうのもあるからちょっと一旦日本に帰ってそのニューヨークに来る準備のために帰ろうと思った時に。 年末のクリスマス前にですね、全く違う方向から住んでいる、まあ、同じ意向圏ではあるけども、オーストラリアの男性にまであったんですね。まあ、それでですね、全くその後の人生が変わってしまったんですよ。本来はアメリカに行きたかったんですけどね。なぜか南半球っていうところにご縁ができたんですね。うん、で、オーストラリアに引っ越して、その後がまたすごいんですよね。なんかあの、もうすごい働いて、投資をして。うん だから多分その20代の頃に投資したのは良かったと思うのはあのもちろんその後ね4年なり何なりを勉強しにもう一回学校行って受験のためにまた勉強してみたいになっている時に私はもうバンバン投資をしてたので20代の頃からだから30歳になる頃にはまあまあセミリタイヤしてもいいかなっていうぐらいお金は貯まったんですよねあの不動産投資をしてたので。 うん、なんだけど、そのお金が貯まったら、でまあ、子供も可愛い赤ちゃんが生まれたよああ、これからいいね、ゆっくりできて、と思ったら、結婚がダメになっちゃったんですね。そんなもんね、よねだからまだ30歳でリタイアなんかしたら、チが当たるっていうことで、神様もう一回、第2ラウンド、<laughs> カーンみたいな感じで、そこから私の第2章が始まったのが30歳の時です。すごい濃い、20代ですね。濃かったですね。もうほとんど仕事しかしかかてなかったですよ だ18歳で社会出てから、うん、その最初の社会出ての12年は仕事しかしなかったですね、本当に。もうとにかく仕事と投資だけですね。うん。そこからまたすごいんですよねあの。再婚されたんですけど、再婚の時の話がまたすごくて。ギリさんね2回目だけど、ポッドキャスト聞いてらっしゃる方初めてかもしれないので、その30歳でじゃあ赤子を抱えてシングルマザーですよ。それで 財産ほとんど不動産と株だったから、まあ、分けようって言っても、急にはやっぱり分けるの大変なんだ不動産とかって。それであの、何が起こったかって言ったら、その財産的には財産分与すれば、いずれはお金に縄なんだけども、それが財産分与を整うまでの半年間っていうのは、本当にお金が手元にないっていう恐怖、ね、を味わってで、子供まだ小さかったしで、シングルマザーっていうことになったわけですよ。 それでこれは私が望んだものじゃないなって思ったんですよ。私はちゃんと家庭があって豊かでこう幸せで安定した生活っていうのを望んでたのに一体何だろうって。で私思考は現実化するっていうのをもうすぐ信じてたのにこれ思考は全然現実化してないじゃないって思ったんですよ。だとしたら一旦これリセットしてまあ離婚もそうなんだけど。 で本当に自分が望むのをもう一回イメージして再構築しようって決めたんですよね。それでじゃあどうしようと思って、やっぱりまず素敵な伴侶が必要だな、土台が。で、土台が安定したら多分その次に来る仕事だったりとかそういう次のものは安定してくるだろうと思ったら、まず土台を整えようと思って、で、理想の伴侶というのはどういう伴侶だろうかということを書き出してみたんですね。うん、でゆりさんもあの多分すごく 造形深いところあるんじゃないかと思うけど、瞑想されてるでしょ。瞑想の時間ってものすごく大事で、自分のこう内なる可能性だったりとか、自分が本当に考えてることとアクセスするっていうところができるのが瞑想の時間だと思うんだけど、そこで思い浮かんだしと書き出してみたもん。まあ、これはあのある方に教わった手法なんだけどね。 そしたらあの自動書記ってわかります勝手に自分の手がいろんな文字とかを書き出すような感覚があるんだけど、まあ、それに近い感じで私が出会う将来の伴侶についてバーっていろんな言葉が出てきたんですよ。でそれをですね当時まだそんなに一般的ではなかったんだけどインターネットの婚活サイトね、まあ、お付き合いした人を探すサイトがあるんだけど、まあ、そこに自分がバーって自動書記で書いた内容を投稿したんです。 で、そこで、あこれは、このサイトを使って、私は旦那さんのオーディションをしようと思ったのねうん。でも子供もいるし、30過ぎているから、あんまりその恋愛で何年間も時間を費やしたくないと、これはだから社会出た時と言ってるんだけど、結構速攻で、こう、なんていうの、自分の人生の土台を整えたいと思って、それでまあ、もう、旦那さんのオーディションをすることにしたんです。はい。それで婚活サイトで、その私の望む相手。 それから私はどんな人かっていうのを公表したわけですねその中からオーディションをした勝ち残った方が今の皆さんです <laughs> 勇敢な人たちですよね <laughs> めっちゃ勇敢だから日本人の方はゼロでしたねちなみにうう。ん。そうでもさ分かりやすくない私日本に来ていろいろなアマゾンでいろんな商品を取り押しるんだけどサイズとか色とか価格帯とか商品の特徴とかってじっくり他社と比較して最終的に自分がこれっていうものを皆さん、うん Amazon でオーダーすると思うんですよ。で、私その再婚するときに伴侶を選ぶときって本当にその原理だと思うの。自分が本当に望んだものに一番条件の近いものに対してボタンを押すっていうことですよね。だからその方法はね、あのその後自分のビジネスの中でもすごく活かされてるスキルの一つですね。うん。面白い。最初の結婚のときはそういう感じじゃなかったんですか？最初の結婚はベタに恋愛結婚だったから。 もう出会った瞬間になんか運命を感じて、ビ,リビビビビっていう感じだったから、会って、まあ日本にその時いたんだけど、その後すぐにお空に戻ってしまって、ビザの関係で。で、1ヶ月以内には婚約してましたね。や、い。<laughs> 早いよね。だから会って3回目ぐらいとかに、まだ若かったですね。えー そうでほら当時国際電話とかはものすごい高かったでしょあかだからなんかこうやって、ね、長距離恋愛するぐらいだったらもう結婚しようよみたいなことになってでもそうね1か月以内には婚約してたんでやって早かったよね速攻です。じゃあ1か月以内だいぶ違う感じがします。<laughs> <laughs> 面白いですね。お子さんは最初お一人でまた生まれたんですか うち、まあ、は女の子1人で、あの<あ>前の、うんはい、オーストラリア人の旦那さんの時の子供で、まあ本当にあのなんていうの親が言うのもあれなんだけど、本当にいい子に育ってくれて、こんな母親の人生はこんなになんかあらん万丈なのにもかかわらず、それをま反面教師にしてっていうかです、ね、本当にいい子に育ちました、おかげさまで。うん私にコーチングするぐらいすごい強くなった。いい関係ですね。<laughs> いい関係だ。<laughs> <laughs> それで再婚されてそこから旅行業界でそ,うその後ね会社員であの現地の日本企業のオーストラリアにある会社に日本企業に。 勤めててまして、まあ、ウェディングの現地の会社だったりとかあと JTB っていう日本の旅行会社があるんだけどそこも本当にもうブラシベ長者的にストーンと入った感じ私なんか仕事に関してはそういうタイミングつかむのが多分野生的な感があるのかなだから普段なんか正式にねいろんな試験を受けてないと入れないみたいなところがなんかたまたまポジションが空いてるとか すごい、たまたまそこの部分探してたみたいな感じで、あの特別にスッと入っちゃうねそういうところに。すごいですね。いすあのこの間、初めてライブしたときに、うん、あこれやりましょうみたいな、もうめっちゃ即決ですもんね。早い、早い。<laughs> 早いですよ。<laughs> うん、鉄は熱い。そうなの。 そのスピード感がなんかいいのかもしれないですね。うん、気持ちいいですよ、ね、そうねあの多分さあの健康年齢でね人が生きていられる時代って自分の何て言うのかなメンテナンスとかいろんなこと気をつけていてもやっぱり限りがあるじゃない。だとしたらじゃああと自分の健康年齢とか自分の寿命っていうのを逆算した時にあとじゃあどれくらい本当にこの人生を楽しめるのかなと思ったら。 なんか迷ってたりとかうじうじしてなんかやりたいことやらないのってのさすごいもったいないと思うの。うん、だからあ自分はこれいいねって思った時にもうそれを思いながら手が動いて足が動いて心が動いて気が付いたらもうできててその渦中にあるっていうスピードが一人より絶対早いと思いますね。うん、うん 楽しいこととか嬉しいこととかしか私フォーカスしてないからあの本当に限られた自分の人生っていうのを本当にマックスで楽しくいきたいと思っているところありますよね。じゃあ今のお仕事っていうのはどういうことされてるんですかはい、えーと、女性の起業家様にねライブ配信を教えてでライブ配信っていわゆるテレビ局みたいなもんじゃないだから、うん、そこで、まあ、集客にも活用できるし。 それから自分の商品を実際にあのジャパネット高田のようなテレビ通販のように販売することもできるんですよ。オンラインの講座に応用することもできるし、それからうちは実店舗を持ってるお客さんはそんなに多くはないけど、自分のお店とか物販がある方とか、そういう方にお店に来てもらえるような動線を作ることもできるし、こうライブ配信って本当にいろんな活用ができるんですよね。 だから、そのやり方を教えしますだからうちのお客様っていうのは、何をやりたいかわからないっていう人はあまり多くなくて、うん、もう自分の今ある商品とかサービスを、どうやったら世界のいろんなところに住んでる人に伝えて買っていただけるかっていうところを教えてるんですね。うん、で、それっていうのはあの、ゆるさんもすごく関心があると思うんですけど、本当に心が決めてるんですよね、心。うん うん、だから私は自分の講座の中でモチベーションっていうのをすごい大事にしてます。自分の心がオンになるだけでその先の結果っていうのはすごく大きく変わるので、うん、だから自分でも一番お金をかけて今でも学んでるのはそのモチベーションの分野かなって思いますね。コロナの時に転換されたと思うんですけど、なんかそれやろうってなった時のなんかきっかけとかがあるんですか私ね、ライブ配信は、ね、ずっともう17年教えてたんですよ。ただ 需要があんんまりなかったんですねあの皆さんその、オンラインで顔出しして何かやるっていうのがあんまりそんなに需要が多くはなかったんですよね。だけど、コロナになって何が起こったかって言ったら、いきなり世界が閉ざされてしまったじゃないですか。だから例えば、イベントも今まで会場を借りててやってたのができなくなったりとか、それから、とにかく人に会えない状況になったじゃないですか。その時に何が需要として起こったかというと、皆さん、お家にはいるわけですよ、おこもりで。 でも何かやりたいと思ってたりとか今のこれまでのビジネスの携帯を変えなきゃいけないと思っている人がものすごく多かったのね。それでテレワークっていうのがすごく一般的になりましたよね。でテレワークとライブ配信ってものすごく相性がいいわけですよ。うん。だから会場を借りて人が集まらなくてもそこである程度の規模のセミナーができたりとかあともっと大きなものになると今まで大きなコンベンションセンターとかでやっていたサミットとかフェスというようなものがオンラインでできるようになりましたよね。 だから私もコロナである意味そのイベントビジネスっていうのは大変ピンチにはなったんですけど今まで細く長く教えていたライブ配信っていうところがいきなりバーンとまあ需要が高まったんですよねだからその時にもう一気にそのテレワークということと、うん、それからインターネットの中でこのライブ配信をする方法っていうことに完全に切り替えたんです2020年の9月かな だからそこから約2年ぐらいは皆さんテレワークとか今皆さんこんな風にズームって一般的に使ってますけどそこからもうズームから教えるみたいなところにちょっと方向を変えたんですよね。それででインターネットのこの仕組みの中で講座とか それからフェスだったりとかサミットって呼ばれるようなイベントを中心にやっていくことによってコロナの一番こう皆さんの影響のあった時にこのライブ配信というのはすごく多くの方に受講していただけるようなコンテンツにはなりましたね。また今ちょっと時代が変わってきましたけどね。う 咲きすぎちゃって <laughs>、うん、17年前って本当やってる人ほとんどいなかったのでまだ日本語でその何ていうのかな窓口があるわけでもなかったのであと回線がもう少しスローだったからね当時だからまだまだその出橋だったりとか当時の環境が整ってないところの時代からやってたので。 最初はなかなか苦戦しましたよ。だから2008年当時とか9年当時っていうのは新聞社にあのライブ配信これから来ますって売り込みに行ったりとかしても全然話聞いてもらえなかった,うんったしね,うんね、うん。だから何がきっかけになるか分からないですよね。で今はまたコロナが一度らなくしたのでもともと私が大好きだったイベント業務の方に今はまたシフトしてますけどね。なるほど、なるほど、そうなんですね。 えそしたら、えっと、今度はあのご自分の中でなんかブレイクスルーがあった出来事があれば、はい、その前後でどう変わったかみたいなのも教えていただけますかそうですねあの私、本当にあの子供の頃からモチベーションにすごい関心があったんですよで。すごく大きなブレイクスルーの一番最初のは小学校の3年生のと <laughs> <や>あに先生に出会ったことですよ。そこが人生で一番最初のブレイクスルー。 もうあの暗くて人前で話せなくてもうとにかく体を太ってた私があなたは面白い子ねって先生に言われたことから<ー>面白い子ねっていうふうにあの心の中で閉じ込められちゃってた私がバーンって出てきちゃったんですよだから本当に別人になってしまったっていう体験が8歳の時にありましたね。でそこから私って元々 本当はなんかこう面白くて明るい子なんだっていうところが出てきたことですごい人生があったんですだからブレイクスルーって一番何が人生で大きかったかっやっぱそれですよね<ー>でその後大人になるにつれてやっぱり人が変わるってすごいなっていうブレイクスルーが何回かあったんだけど次に起こったブレイクスルーっていうのは中学校1年の時にまあずっと私生まれてから太ってたんだけど中学1年の時にひと夏で もう爽やかな筋肉少女に変身することができたんですよ。すそうあの普通のデブからもう本当太ってるデブからですね、もうあの本当にスポーツ少女に変身できたんですね。す <laughs> この時のあの周りの対応の違いに味を占めて、<laughs> あなんか痩せるだけでこんなに周りの対応違うの特に男子みたいなのがあった時に、あこれは自分の努力で自分の人生をより良いものに変えていけるんじゃんっていうのを中学一年生の時に。 ブレイクスルーとして、すごい実感したところですよね。<laughs> うん、本当に、ね、体重痩せただけで、こんなに違うの？男子の対応はみたいな。そこに気づいてしまったんですよ。うん、そうね。うん、若い。若いですね。そんなかなり早いうちに、人生のブレイクスルーの美味しいところを感じていましたね。うん、すごいな、これって、人生ってこんなに変わるのかっていうのを、また手続きに、その時期に。 感じたたものもありましたねでもその最初のは先生がそんなこと言ってくれてすごいいい先生です、ね、そうだから誰と出会うかって大ついこの間あの私今地元に帰ってきてるんだけど当時の同級生とご飯会をしたので私帰ってくる時「この人この日が空いてるからみんな集まれ!」みたいな感じで「<laughs> その日限定で!」みたいな感じでするとみんなこう集まってくれてその時に懐かしいその時の話になったんだよね。 でその時に話してたのは私はたまたまその3年生の時に素晴らしい先生に出会えたんだけど同じ時に違うクラスの学級っていうのは学級崩壊だったんだよねだから本当にもしかしたら私も学級崩壊のクラスに編成されてたかもしれないじゃないですかで私あの先生に出会ってなかったら今こんな話す仕事とか外国に住んでとかってなかったと思うんですよ全く自信のないまま それなりなね暗い生活をしてたかと思うんですけど誰と出会うかによってこんなに人生が変わるのかっていうことを改めて同級生と話したんですこの間だからそうなってくるとあの自分が付き合う方っていうことにすごくフォーカスをするそれからあと自分もそういうきっかけになるような人になりたいなっていうことはいつも考えながら。 そう,す、ね、そうあなたと出会ったからすごいきっかけになったよって言われるような人に自分もなりたいなって思ってますね。じゃあこれからどんな世界を作ってどんな役割を果たしていきたいですかはいゆりさんもアメリカ在住で私もオーストラリア在住なんですけど私は日本行き来してて思うことはまず特にね自分の祖国の日本の女性 これあの、国の地形から行って島国の形だから、ある意味日本って、ちょっと隔離されているようなところがあると思うんですよ。いろんなことに。だから、その日本の女性をとにかく世界を見てほしい、世界にどんどん連れてってあげたいなってことです。うん、で、それは肉体的に海外に飛び出すっていうことももちろん大事だし、それから今だったらインターネットっていうツールを使って、自分の仕事の範囲って日本だけにとどまらなくていいと思うんですよ。 で世界地図を広げたらどれだけ日本ってその全世界の国土に対してどれくらいの割合かっていうのは地図の中で分かると思うんだけどこの世の中って本当に広くて本当に素晴らしいまだ見ぬ世界っていうのがたくさんあるんですよねだからそんなふうに視野を広げてビジネスをしてほしいしそれからこの限られた本当にこの肉体的に健康な健康年齢の人生の時にたくさん本当に見忘を広めてほしいと思ってるんです。で逆に海外に飛び出していた皆さんですよね その方っていうのはある程度そこのボーダーをも線を超えてるじゃないですか。で、まあ簡単にわかりやすく言うと和教って呼び方をされると思うんですね。中国の方が和教で日本の方が和教みたいな言い方するじゃないですか。で、私はその海外に飛び出した人たちとあのタッグを組んで、本当に世界中でボーダーレスで仕事を拡大していきたいと思っています。うん,うん。そう。素晴らしい。ありがとうございます。はい。じゃあ今もやもやしてるリスナーさんに。 一歩を踏み出すアドバイスがあったら教えてください、うん、はいあのいつかいつかって本当にいつまでも来ないんですよ。で皆さんの心の中で選択肢2つだけにするとすごく人生ってシンプルに加速していくと私は思ってるんですよ。それはイエスかの。で自分のハートに聞いてみてあこれやってみたいと思った時に時間がとかお金がっていうことで躊躇してるんだったらすごいもったいないのね。 だから自分のハートにイエスかノーかどっちかのもう答えしかないんだって決めて自分のハートがイエスって思ったことはまずやってみることです。それが根拠がまだなかったりとかじゃあどうやってやるのかのやり方が分からなくてもまずやるって自分が宣言することで不思議と道は開けていきます。やるって決めた瞬間に協力者が現れたりとかそれに対してすごく知ってる人が現れたりとか。 お客さんんががもう現れててくるるってことがあるんですよで自分がやるって決めない限りはその魔法の扉開かないからもう皆さんの心の中でいろいろな言い訳のノーとイエスの間の答えを作らずに自分は本当にどうしたいのかっていうことイエスだったらとにかく今からすぐ行動するっていう習慣をつけるといいのかなって思いますね。<laughs> そうですね。ありがとうございます。そうですよね。<laughs> そこでね、だいたいなんかいつもお金の時間となんとか<う>年齢とか,かいろんなことで、うん、そうなんですよ。<laughs> そうなのでそれね、卵が先か鶏が先かの原理になっちゃうんだけど、お金がないから学べないってみんなよく言うじゃない。 でも、お金がないから学べないじゃなくて、学びたいから学び始めたら、お金って学ぶことによって生み出されるんですよね。お金って行動することによって生み出されるんですよね。である程度、覚悟が決まった人っていうのは、それにもう精神とか肉体を合わせていくから、弔辞が合うようになっているって私は思うんですよ。で、いつまでも結果が出ない人っていうのは、 やりたいやりたい、いつかいつかって言ってて、もう時代がすっかり変わったまま、もう10年前のままみたいな、結構たくさんいるじゃないですか。うん。私はそういうふうに思いますね。うん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 。ありがとうございます。じゃあちょっと最後の質問なんですけど、はい、もしおすすめの本があったら教えていただけますか、うん、私が一冊、もしこれっていう本をおすすめするんだとしたら、 えー、私の起業のきっかけになったザ・シ e クレッ r っていう大ベストセラーがありますね。あれが企業のきっかけなんですかあれ企起業のきっかけなんですよ。<laughs> 本当に、うん。あの本が私の、あもうこれ、私、会社員の時に、まあ、自分の本意ではなくて、不本意にもリーマンショックの年にリストラになっちゃったんですね。旅行グループからい大変で。で、本当に大好きだった仕事を自分が意思で去るんじゃなくて、会社の都合で去ることになったの。でも、あの本を手にした時に、 あそれって本当にこれから第2章が始まるために会社の方から、うん、あの一旦扉を閉めてくれたんだっていうことがすごく分かったんでね。うん、うん。あの本はそうね、私がそうリストラになった時に一番最初に手にした本でしたね。そうなんですよ、あれは。あれはでももうなんか世界中のもう何十万人の人生を変えた本ですよね。うん <laughs> 変えましたよね、本当に。うん、で、そのザ・シークレットのオリジナルというか、彼女の発想のもとになる本っていうのは、実は1世紀以上前に、100年以上も前にアメリカで書かれた本が実は発想になったらしいですね。私ももともとの本も読んだんです。そ,とすでそこはそ、えーと、ウェルス・バトルという人が書いた本で、あ<ー>はい、それがもともと彼女のインスピレーションになったんだけど、うん 原則は本当に変わらないなと思ったのは、まあ、本当に一言で言うと、思考は現実化するっていうことなんですよね。そうそれの確信が持てたのがあの本だったですね。いろんな自己啓発の本とか、モチベーションの本とか、心の中のいろんな精神論とか、いろいろ私大好きで読んできてるけども、あこれは本当にオリジナルの元になっているものっていうのは思考は現実化するっていうことなんだなということを確信した1冊でもありましたね。うん、ありがとうございいます、うん、はい じゃあえっと今日の話を聞いて清美さんのなんかフォローしたいとか興味があるっていう方はどこに行けばいいですかはいえっと私一番皆さんに発信をしている場所っていうのがフェイスブックなんですねで個人のフェイスブック「マッカイ清美の個人のフェイスブックまたは「マッカイ清美事務局というフェイスブックページがありまして えー、主に個人の情報というのは、私の Facebook の中にあってで、ビジネスに関することというのは主に事務局のページの方に載っていますので、Facebook をです、ね、ぜひあのフォローしていただけると、そこからいろいろな講座の情報とか、皆さんに参加していただけるね、えー、楽しいイベントなどの情報がどんどん上がってきますので、ぜひそちらからご連絡をいただければ嬉しく思いまますす、はい、ありがとうございます私の,のリンクに貼っておきます。 さん今日はどうううもあありりががととごござざいいまました,、はい、ました自分を変えたい人生を変えたいと思っている人すでに人生で多くのことを成し遂げて満足しているけれどもっと大きなことをやってみたいとか次のレベルの成功を目指したい人他にも同じようなことを考えている女性のいるコミュニティに入りたい人 h a p p i l y e v e r a f t e r m y r i d e s, <S, <S リタン g n m e n t a はそんな女性のための無料のコミュニティですコミュニティには 自己啓発、ハイパフォーマンス、引き寄せ、NLP など多彩なトピックの週一トレーニング、アクションプランニングセッションなど無料のマスタークラスやワークショップ、おすすめの本の紹介など、モチベーションが上がる投稿など、コンテンツ盛りだくさん。興味のある方は QR コードまたはショーノートのリンクから参加してくださいね。